このトンネルがすごいですよね。そうですね。ここは本当にこの空間テーマをこうスペーシーという、はいはい、そうなんです、はいはい、テーマをまず掲げてこの空間を作ってきたので、はい、まあ、入った瞬間に本当イメージとしてはスターウォーズだったりとか、はい、それこそおっしゃってた、ね、2001年宇宙の旅、はい、とか、まあ、そういうちょっとこう世界観を味わっていただこうと思って、はい、この空間作り、はい、このエントランスにいたしました。素晴らしいですね、はい、なんかこうまずシルバーのこの、ね、扉から入ると、はい、また扉があるから一回ここにこのまでいい感じ で、ね、トンネルがあるっていう、それで、はい、あ、そうだ、建物についてちょっと伺いたいと思ったんですけど、はい、この建築物というか建物自体はなかなか、そうなんです、この本当に現代技術事業を、まあ、先ほどおっしゃってたようにその古美術、もともと私たちは古美術の商いをしているものですから、はい、その頃から先代の会長だったり今の現社長ですねの方がいつかは、まあ、現存の作家さんに貢献したり、まあ、その作家の作品を次の時代の、まあ、古美術品にしていくようなその一条になりたいなというのがどこかにあったものですから、まあ、いずれはというふうに思ってたんですけども、まあ、ちょうどその頃にですね、この建物と出会ったのが、はい、まあ、本当急展開というか、この美術、現代美術の、事業を展開する、まあ、きっかけとなりました。あ、そうだったんですね、はい、ちょうどいいご縁が。そうなんですよ、はい、で私もそれでというわけで、インタビューも見てさせていただいたときに、まず古美術とこの最先端のコンテンポラリーがどうしてこうつながったのかなっていうことを伺ったら、あれですよね、やっぱり現代美術も何百年経てば古美術になるっていう、そういうやっぱりで人の残していくためのちゃんと仕掛けというか、そうですね、作っておきたいという使命感に、はい、それが素晴らしいなって、はい、思いました、はい、それでまあちょっとこう入ってくるんですけど、ちょっとこの一番最初に皆さんこれ気づかれましたか、ね、これカメさん、はい、最初に迎えてくれるんですけど、かわいい、ぜひ皆さんご覧になってください、近くで見ていただきたい。これ結構皆さん街中でなんか見たことがある方もいらっしゃるんじゃないですか、なんか内観屋とかにありますよね、はい、では富田夏さんという夏美さんという現代アーティスト、結構若いまだ、そうなんです、ね、また、はい、ですけど特徴はあれですよね、素材にありますよね。そうなんです、これ全て廃材で作っていて、彼女が拾ってきたもので全てこう構成されてるんですけど、で実は彼女はこう本当にこう面白いこうユニークなものを作ってますけど、一体一体にこうお名前もてらっしゃって、はい、実はこの子はとしひこと、はい、お名前は呼びかけてるんですね、としひこさん、はい、うちの伴奏をしておりますけどもかわいい、はい、これですごい良かったなと思ったのは、なんかやっぱ鹿島さん、はい、京橋の方やっぱ古美術でいらっしゃるから、うん、なかなかこのねとしひこさんを展示するチャンスがなかったっていうことだったんですけど、やっとねこの現代アートギャラリーができて初めて出てきたって感じ、良かったなっていう感じ。京橋ではずっと事務所の飾り物に、あ、そうかそうか、そうなんです。私たちの癒しになってたんですけど、はい、はい、やっとここで番頭という使命を、はい、デビューされたわけですね。よかった。ではちょっと中の方に行ってみましょう。そう、ここ行くと来るとき緊張するんですよね。ここ閉まってるじゃないですか。そこ皆様ここでなんか迷われる方もいらっしゃって、今はやつを飲みながら入っていく感じ。そして一番最初に出てくる作品が大物がいますね。といえばですね、はい、宮島達夫さんとですね、これはどういう時に出てみるんですか。
ね、池の中にスーツがあるので、目の前の作品ですが、あと原美術館の小さい頃の展覧会でも、見たりするんですね。そうですね。なんか合わせて見てみると。そうです。あとね、今ちょうど千葉市美術館でも、はい、個展を開催してます。個展そうなんですよ。はい、ぜひ皆さん、もしよければ行ってみて、合わせて。はい。では、次行きましょう。はい、で次の濱田さんの作品は今回何点か飾られてそうですよね、はい、今日私前回の時計の個展で実は初めてそうですね知りました、はいはいはい、それぞれの本当にこれぱっと見こうシンプルに見えるんですけども、うん、作るのに費やす時間とエネルギーで守るのがすごいですよね。できてます。これはハンガーさんですね。ありがとうございます。これウェーブ。皆様何も取らないように。ちょっと近寄ってみてください。そうですね。多分ハンさんは前回もご覧になっているから。そうなんです。はい。すいません。はい、すいません。ね、こんな感じなんですけれども、それで浜田さんって驚くべきことは、しかも5年目も結構あれです。そうなんですよ。ね。すごいお元気でパワフルな明るくてね、はい、でも剣とか集まってるそれでは浜田さんが普段から来てまだ寝とってるそうですね。でその浜田同じ浜田さんの、はい、こちら作品でまた全然違うんです。
でこのクロミウムは全部あの塗り込まれてます。でその塗ると言ってもその鉛筆をこう塗り込むというよりは線を重ねて塗りにも重ねてこの面を作り上げているんですね。なので本当にあの気の遠くなるような作業というかちょっと私たちには想像もできないようなそもそも、はい、トップの部分ぐらいで終わっちゃうんですよねっていう話で、はい、ありますので、1階は一旦ですので。
ここに光ってる作品を簡単に解説します。はい、皆さんはじゃあ下でその作品をご覧になっていただいて、はい、今回唯一かな、海外の作家さん。そうです、はい、フィリピンの作家さんで、まだやはりお若い作家さんなんですけども、これはLED ライトの作品になります。なんかいっぱいこう、そうですね、そうですね、細胞写真のというときに、はい、アクリル絵の具で描いて、それを一枚一枚あえて貼り付けて、はい、後ろから LED を反映しているという作品になるんですけれども、一番小さいその生命体、まあ、いわゆる細胞なんかをこう描いている。はい、普段は見られない世界が、そうですね、見てるわけですね。なんかおしゃれですね。うん、繊細な作家さんです。はい、ありがとうございます。ちょっとこれは2階に行くまでの商品ということで、はい、はい、でこう来まして、あ、そうだ、それが、はい、そう、ここのスペースに非常に興味がもともとあったんですけど、ここは何になる予定なんですか？まあですね、実はゆくゆくギャラリーバーを運営する予定でございますので、ぜひ皆様お酒がお好きな方は、はい、オープンした折にはいらっしゃっていただければ、はい、すごく楽しみです、はい、でこのでも作りもすごくおしゃれですね。そうですね、はい、全部やっぱりキューブ核でこう来てますので、この中のガールを使ったインテリアデザインにしようと思って、はい、簡単なこういうちょっとカーブにして、壁の壁面も少しこういうカーブを使って、はい、どんなお酒が並ぶかとかね。そうですね、どんなお酒が並ぶんでしょうね。今から想像が膨らむ感じですよ。それで、そうだ、私もこれも初めて見たんですけど、すっごい綺麗な、はい、これは何ですか、すごいデザインが綺麗し、実は足置きになるんですけども、綺麗すぎるです、はい、光学ガラスでできております。はい、ついね、もう2日前ぐらいにやっと設置されました。そうなんですよ。できたてです。ちょっとテーブル、カウンターがちょっと少し高いので、うん、椅子もそれに合わせて少し高めの椅子になりますので、うん、足置きをちょっと作らないとということで、この光学ガラスを、はい、で足置きを作りました。ちょっとこれはだからね、靴を脱いで靴脱げないで、でもほら靴でこうね、キューブでちょっと疲れた足をこうやって見せてるのがいい感じで、はい、思いました。それで、さりげなくここに、ね、作品が、はい、ありまして、結構こちらはもうご存知の方もいらっしゃるかな、ね、結構勢いのある海外でもご活躍の、はい、篠原牛尾さん、はい、ただ篠原さんの篠原牛尾さんの作品っぽくはないですね。ないですね。そうですね、はい、でもやっぱり中を見ると彼だなと思います、うん、こう中にこう表現されてるものが、はい、これはなんか珍しい、珍しい、まあ、そうですね、佐藤さんもちょっと気になって、はいはい、これの中に入れたものですけども、うんうんうん、はい、中って何が中に、ね、不思議なおもちゃたちがたくさん入ってる、うん、はい、植物かと思ったら、で中は中で自立してるんですね、これ、うん、で、はい、外側からこういうアクリル板を多分作って、はい、まあ、3、4面ですかね、うん、こうつなげて図面になるとか重ねてると思うんですけど、うん、まあ、ちょっと奇抜なね、彼らしいといえば彼らしい、うん、ちょっと珍しいといえば珍しい、うん、はい、作品になります。そうですよね、はい、うん、ちょっとね、ニコゴリっぽくておいしいですね。そうですね、置いてある、確かにいい表現だと思うんですよね。お酒も飲みたいな、結構最近何でも食べ物に行くんですよね。確かにそうですね、ニコゴリっていうのがいいですね。キリヌじゃないですね、ちょっと日本語風で。そうですね、90年前ぐらいだと思います。でも、はい、
本当にパワフルですし、本当に原美術館さんでも、ね、私もよく拝見しますけど、やっぱりそういう代表的なコレクターさんが集めてらっしゃる、ファンはたくさんいらっしゃる作家の一人ですね、はい、ライブパフォーマンスも、ねね、よくやられてますよね、はい、そして週3の次にこのちょっとポップな、ポップな作品がいますけども、でもとはいえその牛尾さんよりももっともっと大先輩になるんですけど、これは杉又正さんという作家の作品になります。で、立体の針でこう作った部屋があったんですけど、これ頭痛シリーズっていうもので、こう本当にいろんな立体で、あと無常談もちょっとブログで見ていただきますけども、その中の一つの作品なんですね。頭痛って、まあ、流通って書くんですけど、まあ、仏教用語らしいんですけどね、はい、その読み方なんですね、代表的な。で、彼はやっぱりこう立体と平面の違いというか、こう非常に途中から立体作品の研究を非常にされてたんですけども、やっぱりこう立体で表現できるものに限りがあるということで、ちょっと限界を感じて、晩年はまた平面作品に、はい、戻って、でまあ、ちょうどあちらの同じ作家で、はい、全然違う作品で、ね、うん、はい、教えてもらわないと同じじゃないですか。これ後ろから見ても面白いし、面白いけど、ちょっとね、そのなんかおもちゃ箱みたいな感じもありますけど、これあれですね、壁にもかけられるようになってます、ね、そうですね、壁にもかけられるようになってます。壁にかけるとまた違う表情になります、ね、はい、なんか全然違ったものに見えそうな雰囲気がありますけども、はい、ここのでも何て言ったらいいですか、斜めの線と、そうです、ね、この置き場所、はい、台にぴったりですね、そうですね、はい、多分これ壁にかけるよりこういう風に置いてあった方 が面白かったです、はい、これは全く持って彼女の案なんですけど、素晴らしい、はい、置いてみて本当に、はい、逆に面白くなって、本当ですね、はい、なんか掃除系に見えます。そうですね、なんかこれのこと、はい、素晴らしい。杉本さんは後たま、はい、たまびやと東京芸大なんかでも、はい、教授をされてらっしゃって、うん、晩年は本当に教育者としても、はいはい、ご活躍された方なんですけども、はい、後輩さんで活躍されている方もたくさん、はい、いらっしゃいますね。まあ、ちょっとこの同じ、杉又正さんですね、はい、全然違ったテイストの、はい、平面に行かれたというところでちょっと行ってみましょう。ですね、あちらの仏像が70年代で、はい、まあ、こちらが80年代になるんですけども、はい、白のその字の字体を残す
字を加工しながら描くという、はい、若干こう日本語にはある手法なんですけども、はいはい、そういうちょっとこうホラーの手法を使いながらの、はい、作品ですね、はい、そういうところにちょっと伝承できない技術ですね。そうですね、はい、ちょっとこの作品もそうだし、やっぱり野原さんの、絵画をこうね、超越してる部分があると思うのは、やっぱりこれもそうですけど、こうたわんでたり、こう質感がちょっと立体作品と思います。そうですね、おっしゃる通り、本当に野原さんの作品ってちょっとこう半立体に見えてくるところがあるというか、平面だけじゃなく少しこう奥行きだとか、そういったこう広がりを見せてくれる。で、彼の作品は特に中心っていうのがないんですね。確かに、はい、なので余計にこの画面だけにとどまらず、こう世界観がこう広がっているというか、その絵の広がりを感じさせるような作品ですね。で、特にこれなんかは紙のまま展示することで、ちょっと若干このたわみと、まあ、ライトの加減で、私なんかこうちょっと宇宙空間に立っているようなはい、イメージにとらわれるんですけど。確かに、はい、無数の星に。そうなんですよ、はい、はい、しかもこのスペーススペーシーな選びに行きたいと思ってます。はい、本当ですね。そういった魅力が濱田さんの作品の、はい、一番魅力だと思いますね。やっぱり宇宙的なのこ、はい、制作過程もきっと宇宙的ですね。そうですね、まあ、もう無限な工程というか、もう本当にただこう日々同じことを継続するという、うん、本当に念仏を唱えるような、まあ、祈るように、はい、毎日毎日同じことを繰り返すという、うん、でその、まあ、先にこういった表現の世界が現れてくるという、はい、濱田さん独特の制作姿勢だと思います。はい、後でまた皆さん近くに行ったりもしてみてください。はい、そしてこちらの、後ろの作品ですけれども、そういうイメージを抱くんですよ。すごくここも
が書いてるんではなく、これもちょっとあの別が入手している作品なんですけども、やっぱりこのモチーフですね、非常にそのキューピーちゃん、まあ、私なんかが見たらすぐキューピーちゃんってなっちゃうんですけど、まあ、これをこう初めて見た方なんかはね、一体何人にこう感じるのかなということもこうちょっと面白くて、はい、あのここに飾ってあるんですけど、結構ね、あの写真的なポーチですね、そうですね、はい、ありながらちょっとポポップっていうかキッチな感じになって、はい、おしゃれです、おしゃれですよね、うんうん、お花だけでね、キューピーちゃんを描くっていうのがね、すごく面白いなと思って、はい、なんかこうランドル の, こうあの作家さんもちょっと彷彿とさせることがありますね、黒い背景に、ね、あ、そうですね、お花がこうだけ、ちょっとね、たくさん花束があるみたいな、この方はお若いっていうところで、はい、となった30代、そうですね、30代どれぐらいになるんだろうな、あ、今40代、なんかもう、うん、そのギャラリーとして補填も見てみたいなと、そうなんですよ、ちょっとね、最近あまり補填をされてなさそうな、はい、なんですけど、はい、うん、お花のモチーフがやっぱり多いですし、最近だとちょっとお花にこうあのお人形を置いたような、はい、あの作品だったりとか、でもやはりこうお花を描いてるイメージがやっぱり強いですね、はい、楽しみですね、そうですね、なんかなぜキューピーちゃんなのかこれいろんなキャラクター展開だったら面白いなし、いや、そうですね、はい、まさにね、キューピーちゃん自体もね、やっぱりこう私たちってキューピーっていうとなんかマヨネーズをね出ちゃいますけど、でも元々アメリカのもので、でも割とこういろんなところでこうキューピーちゃんがねキャラクターされていろんなところで使われてたりとか、これなんかもまたこう本当こう見る人によってはなどういうふうにこう感じるのかなとかっていうのが逆に興味深い作品でもありますね、海外、はい、の方とかは、まあ、そのキューピーマヨネーズにねあんまりそれ知らない人知らない人みたいなのが見たら誰をねどう感じるのかなって思ったり、はい、そういうことを一番見れる作品ですね、そうですね、はい、ありがとうございます、ちょっとざっと見てきましたけど、これの抜け感もこの作りがすごい素敵ですね、ありがとうございます、はい、そうですね、ケヤキの木が、そうですよね、はい、すごい、あ、皆さんちょっとこの雰囲気も楽しませてください、疲れた。あ、そうですか。あ、そうか、あ、そうか。人を映らないように足を。情報には書いてなかったので、ちょっとサプライズ的に。
階段落としちゃった。とんでもないです。洞窟みたいな感じで、そうですよね。ちょっとジムみたいです。あ、うん、そうですね。